うんもめんきぬお豆腐ブラザーズやっ <laughs> ハローみなさんこんにちはみやびんです私が将来犬を飼うとしたらお豆腐もめんきぬっていうお豆腐ブラザーズを作りたい <laughs> って最近思ってる <laughs> もしくはツルトンタンっていうの迷いもしたいなと思ってるそんな。 今日はこの頃です。本日はえーとメモの重要性です。どうぞー。豆腐、豆腐、豆腐。最近豆腐屋さん来ないね。全然いないね。ね。焼き芋もいなくない？ 夜勤はいるねあいるんだ。いやー夜勤はあこれも著作権あんのかな面倒 <laughs> していて著作権に敏感でございます <laughs> 最近やられまくってるもんで、ね、やられまくってるんでもそこでっていうとこだよね曲使ってないのに AI 著作権審査に引っかかって、えー、誰だか知らないアーティストの名前が出てきてこの人が、えー、著作を持っているので収益は全部この人に行きますっていうのが出てきてはい てて言っただ何分何秒から何分何秒のところが著作権違反してますよっていうのが出るので、えーえー、そこを見ると「はいはい? <laughs>」だからもう AI の精度上げろよいい加減 <laughs> <laughs> たかが AI 関係ねえところで反応すんなってするんだよ。 それがね公開が先だったら異議申し立てしてあの全く音楽使ってない何なんですかって言うと、うん、早ければ24時間後ぐらいに、うんえー、違反は解除しましたみたいなのが来るんだけど、うん、来ない時があるので、えー、もう翌日の動画とかだと異議申し立てしてると時間が間に合わないので、うんえー、そこをカットしたり。 しますなんか問い合わせの人たちさ24時間24時間スタンバルよっていうね <laughs> AI に任せっぱなしにすなっていうね、うん、もういいんですけど、うん、まあメモの重要性ってのは僕がね、うん、僕がね,僕が,ね僕がメモまだっていうのはこの方も知ってると思うんですけど、うん、まあ必ずもうポストイットも置いてあるし、うん、あのまあこれね ファーーーウェイのメートパ、うん、パッドペーパーもこれも今もうメモだらけですけど「語りネタ」っていうこれはフォルダになってるあと「脳みその具」って昔からそういうのがあってそこはビジネスとかいろんなただ思いついたアイデアを単語でもいいから書いていくフォルダとかメモがあるんですけど昔はねあのおしゃれなノートに書いてたんですけど。 今便利な、うん、まあこれでこれでやってますけど、うん、まあ iPad とかでもいいんですけど、うん、まあね、えー、とりあえずねメモの重要性ってことなんですけど、うん、ま,あまず一つ目言うと、まあ、ポストイット活用術というか、うん、ポストイットは使った方がいいよっていう、うん、今僕はこんぐらいのポストイット使ってて、うん、こういう細長いのはやめたんですけど、うん、まあ 例えばね何だろう今だったらなんでこれにしたかっていうと、うん、そうだからトゥードゥに使ってたので今はそんななんだろう若い頃みたいに何十個も一日にやることないから、うん、でっかいやつにとりあえずやることばって書いて、うん、絶対忘れちゃいけないことを書いて、うん、目の前のディスプレイとかの下に貼っとけば。うん え絶対に目に入るので忘れてても「やんなきゃ」ってなってそこに書いてあること全部終わったら剥がして捨てるんですけどまあ編集者時代はとにかくもうトゥードゥっていうかタスクの山なのでで次から次へと仕事を振られて次から次へと増えていくのでだからね自分まあブラウン管だったけど昔はモニター3台ぐらい。 使ってパソコン、まあ、昔はねマルチ画面でできないから、うん、まあパソコン1台にモニター1個だから、うん、3台ぐらい同時に使ってたから、うん、3つあったらディスプレイのこの縁の周りにこういう細長いポストいったんじ、ねうん、基本的なあれにやること1個書いて左端から違う左上だ、うん、上から貼ってってもうあっという間に一周すんねんんディスプレイ、うん、で 終わったら剥がして捨てる順番変わったらこうやって貼り直すそん,、うん、んで便利なポストイットうん、うん、確かにで終わったら剥がして消えいける、うん、で最後まあ綱領って言って締め切りすぎて、うん、印刷所に全部データ渡してあとはもう印刷終わって雑誌が出るのを待つっていうとこまで来ると、うん、ポストイットがなくなるわけです、うん、でその後からまた増えてくる その戦いだったから、うん、だからでもねほんと今ね iPhone とかのリマインダーとか ToDo、うん、とかに入れてってアラーム鳴らしたり時間が来たらってやってるけどそれはね俺推奨してないんですよ。<ー>なんでかっていうと受動的になっ何て言うんだろう人任せ的になっちゃう。 iPhone が教えてくれるからいいやっていう気が抜けた状態になる<ー>でもし機械だから壊れるかもしれないし、うん、みやみみたいに寝,てて気が寝ちゃって気がつかないこともあるから、うん、だったらポストイットに書いて貼っとけば寝ようが何しようが目目で一番目につくとこに貼っとけば、うん、見た瞬間に思い出すから「あ、うん、やんなきゃ」って言って、うん、で終わったら剥がしていっちゃうから。うん でもリマインダーとかああいうのもさ繰り返しとか設定しないと一回だけ通知来て終わっちゃったりするんですよ、うんあ。しかもなんか無意識にね消えちゃったとかあるもんたまにねで。やっぱね iPhone だろうがスマホだろうが、うん、機械に頼るともう教えてくれるわって安心して忘れちゃうから、うん、それダメな緊張感ないとダメなのね結局。だ、うん、からやっぱねそういうまずねポストイットの使い方そういうのをした方がいいっすよっていう活用術ですけど。 ね、なんでメモが大事かっていうと、うん、書くくこととが大事なんですよ、うん、とにかく、うん、人間ってねあの思っただけだとね、うん、必ずすぐ忘れるんですよ。みやびも多分あの普段生きてて「あっいいこと思いついた!」ってその時は思ってて、うん、多分5分ぐらいは覚えてるで入ったり、うん 歩いたら忘れちゃう、むしろなんか誰かから LINE 来て楽しく会話しちゃったら忘れちゃうね <laughs> なんかそれこそなんかあ例えばツイートしよう、うん、あ今日してないとかじゃあ8時だこのツイートしようと思って開けた途端に LINE 来たりしたらそっちの方まず見ちゃってそっちから盛り上がっちゃってあれ私なんで携帯開いたんだっけってなっちゃう俺の場合はそういう時、うん ポステって書いてるじゃん<ー>何々するって<ー>そこで盛り上がったり緊急の電話とか来てそっちになってもまたこうやって見たら、うん、あやんなきゃって思い出したから書くの大事なんです、うん、で書くと人間覚えてるんですうん、うん、書いたことは。だからあのね思っただけだと絶対忘れるんで、うん、思った瞬間に書く癖で瞬間に書きたいので、うん 瞬間に書きたいのはポストトイッでポストイットにまず書いてそれを見てこっっちにじくり入れますこれ瞬間に書けないからあ書こうと思ったらこれ開けて電源入れて電源は入ってるからスリープから起こしてロック解除指紋認証で解除してでこうやって書かないその間でもうダメになるから。 思った瞬間にかけるためにポストイットが常に俺みやみちゃんにもパイロットのいいボールペン差し上げたんだから使った？て私結構使ってるよ言ってないだけでマジでマイペン通してるちゃんと使ってるから俺今すっげーいい表情作ってるけど仮眠してた <laughs>、まあ、よく言えばさうもうちょっと細いタイプが良かったな アマゾンで会心売ってまいやできんの別の細いやとか零点七とか入れるってえ、できます。パイロットであの種類でググってくださいそうしますあれ専用の会心売ってますのあ、そうなんだ何でもいけるのあれいけますあるやんパイロットその辺のボールペンと違うですね、お高いねさすがでね、まあとにかくまあね、もう一度言いますが人間は書かないと必ず忘れますトラウマ以外は う、えー、まいこと言ってまあトラウマはね脳に傷がついてる状態なので忘れないんですけど、うんえー、メモに残せば思い出します、うん、だからね僕もこの語りネタまあ最近レビューガジェットのレビューが入ってきて月30個とか31個にはなってないですけど、うん、それでも二十何個は語りネタを考えなきゃいけないんで。うんうん まず語りネタもテレビ見てたり本読んでたり YouTube 見てたりなんかしてる時にそれがヒントになって「あこれ語ろう!」って思ってその時はもう「よっしゃ!」ってなってるけどその後に何かが起こると忘れちゃうことが多いので思った瞬間に語りネタもバッてポストイットに書いてで作業とか電話したりとか。 終わった後に一段落した時にもう一回ポストイットが目に入った時に「あれこれなこの単語なんだ単語で単語なの最初」「今日だったらメモ」って書いたの、うん、ポストイットに「<laughs> でメモ」ってなんだっけあメモのこと語ろうと思ったんだ<ー>ってなったらこれを取り出して、ね、でこれに「今日語る」のを過剰書きでそれ見ればばーっとしゃべれるような内容だけ過剰書きで。 語りたいいことを書いてあるだけですだからこち世の中になんでこんな付箋の需要があるのかなってずっと思ってたの、うん、なんかいろんなさなんバンクシー展とかそういうさ、うん、展覧会とか展示会にもさ絶対なんか付箋がぶっぱに置いてあるのね、うん、なんでってスヌーピーとかもそうだけどな,なんでそんな需要があるのみたいな学生が使うのかなとかしか思ってなかったのずっと、うん、いやこれ会社とかだとまあ何俺は別に。 ね、会社員三年だけど、うん、別に会社経営してるから。会社も見るわけじゃないですか。うんうん、それやっぱね、あの伝言とかにも使ってます。あ<ー>ポストイットに、何々さんから何時電話がありましたって、ぺって貼られてるとか。あと、本読んでて、大事なところにポストイット貼ってるとか。とか、いろいろ。高校時代はノートとかによく使ったし、うん、この細いやつ。 もうそれ以降使っっててないと思ってだから、ね、本当ね、あとポストイットはねもうそれ必要がなくその使ったやつが必要なかったらすぐ捨てられるから、うん、これがノートとかだと、うん、どこに書いたっけからってってうん、うん、で最後埋まっちゃったら書くとこなくなって、うん、また買わなきゃいけなくなってどんどん溜まっていっちゃう、うん、ポストイットは書いて用が済んだら捨てるとかうん、うん、貼っておけるっていうのがやっぱ便利です、ねうんうん なんかもうね思いついた瞬間に単語でいいんで、うん、俺の場合はあのみやびにこれ言わなきゃあとで LINE しようっていう時も「うん、ミーしか書いてないへえー、でもその場合何を言うかを忘れてますそうだよね「<laughs> ミーだけじゃさすがに分かんなくなる最近は「うん、ミーの後に単語入れます、うん、あスケジュールの話だったら「スケジュール」って書いてあるし、うん、あの なんか書いいてる思出せるよ、ね、う前は「ミー」って書いてあったら「俺ミー何言うんだ?」ってなるので <laughs> 単語でいいんで時間ないから、うん、それを書いてポストイットで貼っとけばいいんで、うん、なるほどねぜひ皆さんも。はい、でねポストイットはねほんとねアマゾンとかね100均でもいいんですけど100均のね粘着力がね悪くてね やっぱち 3M とかのねとかちゃんとしたやつが箱で安くアマゾンとか売って俺は箱で買ってるんでいつもな、うん、くなってるようだから、うん、もう今1箱目昨日使い切ってそうなんだ、うん、今年の2箱目が遊くなんだけどあれそうなんだ、うん、私今までじゃあスヌーピーとかいいなと思ったやつ買っときゃよかったないや高いんだよ文房具屋で売ってるコスト1個300円とかするとだからいつも渋谷で 1>, 1個300円とか、うん、でもアマゾン見てみる 箱で売ってるから。で蛍光色パターンとかいろ<ー>んなパターンあ。あ、それ色によってね、まあ、分けれるもん、ね。箱で売ってるから。へえ<ー>。それで買うと安いっす。皆さんにもおすすめです。まあアマゾンの回し物ですけど。<laughs> 全然違います。<laughs> だからとにかく、はい、書きましょう。はい。メモって大事ですよっていうお話です。はい。はい 書くって言ってもあっちの書くじゃないですから。どどどっち？あなたには理解できないですけど、ニキティスは今理解してます。論理 <laughs>？論理。はい。ローンあまた歌い人。でもでもダメだよ。ダメだね。でも書く調べるとかよく言うもんね。すぐ書くすぐ調べるとかさ。<laughs> うん。そう,そういうことだよね。<れ>うん。本当大事なんで。はい。ぜひいいなと思った方は今すぐ実践してください。<あ> <laughs> 今すぐじゃないと意味ないんで、はい、僕は後でっていうの嫌いなので。はい、後でって言った人は絶対やらないの知ってる?。後で。ええ。あ、じゃ、あれじゃない?。え。みやびさん、好きです。付き合ってくださいとうま言われたら、後でって言っといたら、その男は。後で付き合ってくれるんだと思ってるけど、みやびは忘れてる,ててる。<laughs> 気が向いたらと同じだよね <laughs>。だから、それのパターンと一緒ですよ。おお。 あ男振るのみこれからみんな後でっていうのいいかもしれない <laughs> かわいそう <laughs> 言われた女の子は忘れててかわいそう言った本人はいついつ答えをくれるんだろう <laughs> いつ答えをで10年とか経ってやだしんどい、ね、で結婚式のスピーチで「あの返事はまだですか?」っていう「やだー <laughs> で結婚しとるやろ」みたい <laughs> な「すなスピーチ <laughs> それが答えや」<laughs> まあこんな感じでねはい、うん、ね もしこれでポストイットとかメモが大事だなと思ったらすぐ始めてくれてみてくださいルルルルイというわけで私はドランスシュシュシュあ、絡んだおなんか今回も重要なお話でしたねなんか最近何に遺言的な感じになってないまたですいやだーなんか最近そんな雰囲気を醸し出してるひもじいからでした皆さん要チェックです今日もありがとうございましたよかったらコメント高評価で登録お願いしますじゃあねー